ここまで滑ってきて荒川静香が1位、これからいよいよ最後のすぐり不明の登場です。前のこの全日本フィギュアで失敗、悲運の日本のエースはたった一つの代表の座を手にすることはできなかった。4年間長野を逃してから、まあ、ソルトレークのためにかけてきたそういうものがありますので、もちろんそういうアメリカにソルトレークにぜひ行きたい。このソルトレークシティオリンピックに日本に2枚の切符をもぎ取ってきたのもすぐり自身だった。しかし3週間前、目の前にあった夢への切符を再び失ったすぐり踏み絵。自分の滑りをしたい、日本のエースがソルトレークオリンピック最後の1枚の切符にかける。佐藤信夫コーチと最後こうして確認をいたします。少し肩を上げてリラックスして、NHK 杯では思わぬ失敗、もうとにかくこれが試練だと思って向かいますと言いました。すぐり踏み絵、4年前はオリンピックの代表にはなれませんでした。現在早稲田大学の3年生、ショート終わって第1位。さあ最後の1枚の切符をかけて4分の演技です。曲は月光。さあ伊藤さん、はい、いよいよこの4年間の思いをかけて4分に挑みました ね。本当に菅井選手の今持っている力を、はい、うまく試合で出してもらいたいですね。すでに荒川は思うような滑りができませんでした。しかしフリートップで現在1位は荒川。さあショートプログラムでミスしたトリプルルッツ、はい、フリーは綺麗に入った、決まった、成功しました。トリプルルッツダブルトーループ、いや綺麗でした。ショートでミスしてしまうとちょっと自信をなくしやすいんですけど、前半うまくいきましたね。初めてのオリンピック代表を目指して、さあいいスタートを切りました。さあ次もトリプルフリップ、成功、トリプルフリップです。さあ次が苦手と言われているサルコーですね。これも決まりました。いや伊藤さん、いいんじゃないですか。順調ですね。この月光はベートーベンの耳が聞こえなくなった時に彼が作った曲、まあ、音楽が好きだからあれだけ作曲を続けられたんでしょう。私もこの音楽を体で感じて表現したい、いろいろな戦争などありますけども暗闇の中で人々を導く月の光になりたいと思って一生懸命滑りますと試合前に話してくれました。さあトリプルループ、少し片方の足が同時で着床したような感じになりましたが、いやでも大丈夫です。さあもう一度トリプルルッツに挑戦します。このルッツが決まるとオリンピックへの道が近づくんじゃないでしょうか、はい、いや決まりました、決まりました、綺麗に入ってきました。いやここまではループの両足以外ですね、もうほとんどうまくいってますもんね。さあもう一つトリプルトーループダブルトーループ、場内からスピンに拍手。持ち味は総合力、ジャンプに加えて表現力、速いキャメルスピン。今年は妹の千佳さんも初めて全日本に出場しました。
人並んでキスアンドクライで笑顔を見せたい、それが私の夢ですと言っていました。ストレートラインどうですか、滑り自体も。はい、最後ダブルアクセル、ダブルアクセル成功。リンクのセンターで場内から拍手、速いスピン、気持ちを込めてオリンピックを目指して滑り切りました。すぐに不明、見事やりました、やりました。いや、彼女の力が素晴らしい。こうやって試合でできれば、もうオリンピックの道は見えてたのに、ちょっとミスを続いたので、今日は素晴らしい演技だと思います。いや、本人も涙を流しています。先だったのこの NHK 杯では大きな失敗、内定が出るかもしれないと言われた。しかし長い長い4年間長野オリンピック代表にならず、その後長かった4年の思いを込めて見事なフリーの演技。浪速ドーム大阪のファンも大きな拍手を送っています。いやー、佐藤の同コーチも持ってる力を出してくれればと、そればかり狙ってると。いや、伊藤さん、この気持ち分かりますね。泣いて抱き合ってますね。こういうね、自分の力が出し切れたこのやりがいっていうのは、こう、頑張ってきたことがやっぱり。さあ、すぐりさんの点が出ます。ここまですぐりの前、荒川がトップですが、さあ、技術点 5.6 から 5.7。 いやー、でもさあ、どうか。これでオリンピックが決まると言ってもいいかもしれない。この最終選考、さあ、どうか、出ました。あ、すぐにトップ、優勝です。2年連続3回目の日本一、これで大きくオリンピックに前進。見事70回の記念大会、すぐに文江が見事全日本のチャンピオンに輝きました。優勝がすぐに、2位が荒川、3位が見事ジュニアの安藤という表彰台になりました。いやー、涙が止まりません。佐藤信夫コーチ、あの世界チャンピオンになった佐藤由香さんのお父様でもいらっしゃいますが、よかったね、去年に引き続きすごい演技だった。まずもう本当に、あ、先生ありがとうございます。こうやった、もう先生のおかげで、よくやった、ありがとうございました。初日はなんかみんな、すぐり兄弟はどうして全然できないんだろうねって言われて、恥ずかしいねって言ってたんですけど、でも本当に家族の大きな力があって、本当にうちは本当に家族が団結して、今年1年本当に4年間やってきたと思ってます。昨日のショートが終わって、気持ちの切り替えなんていうのはどういうふうに。そうですね、まあもう悔いることはもう何もなかったんで、あとは本当に今日いい演技をして、まあ私が先に泣いちゃったんですけど、たくさんの人に感動を与える演技を今週最後に、ありがとう。まず一人ずつ、あの、その決まった気持ちをメジャーから。まあ長いようで短い本当に4年間でしたけれども、チャンスをきちんと生かしたいと思います。いやー、すごい嬉しいです。やっとここまでたどり着けたっていうのはすごい実感ですね。初めてなので、自分なりに精一杯頑張りたいと思います。